さまざまなグレードを持つコンパクトカー専用のチューニングを施し走行性能を高めたグレードが登場しました今回は日産ノートニスモ S のご紹介です長さ 4165mm 幅 1695mm 高さ 1515mm インテリジェントキーのリモコン操作で 離れた場所から全ドアの開除・施錠が行えますまた、キーを携帯した状態でドアハンドルのリクエストスイッチを押すことでも全ドアの開除・施錠が可能ですバックドアにもリクエストスイッチを装着キーを携帯した状態で押すと全ドアの開除・施錠ができますエンジンスイッチは運転席の左側にあります キーを携帯した状態でクラッチペダルとブレーキペダルを踏み、スイッチを押すとエンジンが始動。合わせてメーター類も起動します。メーター上部に車両情報ディスプレイを配置。スピードメーターの左側にあるスイッチで画面を切り替え、平均燃費や航続可能距離などを確認できます。 ステアリングの左奥にはワイパー、ウォッシャースイッチその反対側に方向指示器・ライトスイッチがあります運転席右側に2種類のスイッチを設置していますドアミラーの角度調整や格納を行うスイッチです滑りやすい路面で横滑りを抑えるビークルダイナミクスコントロールの機能を停止するスイッチ スイッチを押すとメーター内のオフ表示灯が点灯しますナビゲーションシステムは7インチサイズから装着可能です丸いディスプレイを中心にしてその周囲にスイッチを配したオートエアコン右側に温度設定のスイッチ左側に風量を調節するスイッチがありますシフトレバーは ニスモ専用のスポーティーなデザインを採用。五速まで変速が可能です。マップランプは中央のスイッチで点灯します。左右の席にサンバイザーを設置。運転席のサンバイザーはカードホルダーとバニティーミラーを装着しています。フロントドアには。 大小2つのポケットを用意下のポケットにはボトルホルダーがついています運転席の下に小物を収納できるボックスがありますエアコンスイッチの下にも小物を収納可能なセンタートレイを用意セレクトレバーの奥に左右で使えるカップホルダーがありますパーキングブレーキの隣に 手帳や CD ケースが入るポケットを用意そばには電源ソケットを装着奥にはペットボトルを2本入れられるサイズのボックスがあります助手席の正面にはボックスティッシュが収まるサイズのアッパーボックスその下に上下2段に分かれたグローブボックスがあります 下の裏側にはカードホルダーが装着されていますリアドアにも上下にポケットとボトルホルダーを用意下のポケットはフロントドアのものに比べてコンパクトな広さになっていますラゲッジルームは開口部が広く荷物を積み込みやすいのが特徴ベビーカーを1台積み込める広さを確保しています 小物が入るスペースをラゲッジルームの両側に設置。折りたたみ式のラゲッジボードで、室内の高さを変えたり、上下2段に分けたりすることが可能。荷物の大きさやシチュエーションに応じたアレンジができます。奥のレバーを解除して取り外すことも可能です。 リアシートは肩口のノブを引き上げて背もたれを前に倒すことが可能ラゲッジボードを高い段に設定しておけばフラットな空間になり荷室を大きく広げられますラゲッジルームの床下にはスペアタイヤと工具が格納されています LED を採用し視界確保の効果を高めたヘッドランプ 左右に4灯ずつ配置されたデイライトは車幅灯と連動して点灯しますリア上部にはハイマウントストップランプ下部にはフォグランプを設置周囲からの浸透を高めていますシートやエクステリアなどさまざまな箇所に専用装備を装着走りの楽しさを味わえる一台です以上日産ノート S, S のご紹介でした。